明けましておめでとうございます。まあ、もう3回目ぐらいの明けましておめでとうですが、ここは上野駅です。本日は初詣の旅ですが、もうすでにですね、ずいぶんゆっくり寝ておりまして、こんな時間になっております。あと10分で乗る列車が出発しますが、今日の目的地は成田です。千葉県の成田市で初詣、成田山新勝寺の旅、よろしくお願いします。 JR の上野駅から歩いて、まあ、3、4分というところですかね。こちら側に京成上野駅というのがあります。成田に行くなら東京と成田を結ぶ京成電車。別に飛行機に乗るわけではないんですけど、成田空港に行く特急スカイライナーに乗ります。成田行くんだったらこれが一番早い乗り物ですから。お待たせしました。この電車は成田スカイアクセス線経由、スカイライナー成田空港行く。けど朝ごはんは群馬県の名物の駅弁、峠の釜飯です。上野駅で売ってたんでね。上野駅を出てからしばらくの景色もいいですね。東京の下町っていう感じでね、まあ、実際この辺がいわゆる下町なんですが、小さめのお家とかね、そんなにたくさん人が利用するわけでもない落ち着いた昼下がりの駅とか、東京にもこんな穏やかな景色があんのかという場所、結構かっこいい電車で通過していきます。渡っておりますのは大江戸の名物隅田川です。今度渡っておりますのは、もうこれを過ぎると江戸の真ん中っていう感じでもなくなりますかね、荒川。この辺りは東京都葛飾区。スカイツリーもね、この辺からだとよく見えますよ。建物がそれほど高くないからです。こち亀のアニメの歌でも出ましたね、ここが中川。最後に渡る川が江戸川で、これを渡るともう東京都ではなくなります。つまり昔の大江戸はここまでだったってことですね。今でもそうですが、ここからは千葉県。外国人しか乗ってんでも平然と喋れるんですけど、こういう風に、ね、めちゃくちゃ速くなるんですよ。さっきの千葉県に入ったぐらいからスカイライナーは日本の新幹線を除いたりしてで一番速いんでね、いつも乗ってて楽しいものです。ただ成田って本当空港に乗る以外ほとんど行く用事がないじゃないですか。だからこんな珍しい電車にもなかなか乗る機会がないんですけど、お正月だけはね、初詣で成田山新勝寺に行けばスカイライナーに乗ることができるってんで、私も高校生の時はね、よくそういう風に遊んでました。今インバ日本医大っていうところを過ぎたんですけど、それを過ぎるとね、この限界突破の速度を出し始めるんですよ。これが日本の新幹線を除いた電車で一番速い最高160キロのスカイライナーです。160本当にマックスで出すってことは少ない。だいたいね、この辺止まりなんですけど、お、今日いいな、160行くかな、あ、行かない、ダメだ。こう160手前で毎回こうチキって速度は落とすんですよね。左側にも右側にも見えるんですが、これ印旛沼と言いまして、田沼意次ね、賄賂政治で有名な人ですけど、あの人がこの辺でいっぱい田んぼ作ろうという事業を始めてですね、ここに新しく引いた、これがその当時の江戸時代の灌漑用水の源です。あと向こうに見えてるのはガマの油売りの筑波山かな、違うかもしれないな、多分そうだと思うんですけどね。成田の市街が見えました。この路線はね、新幹線みたいなやつなんですけど、それはもう成田の街ではなくて空港に行くために作ってあるんで、街は完全にスルーなんですよ。まあ、帰りは街に行く路線に乗りますけどね。見えておりますのが成田山新勝寺の確か三重の塔だったと思います。初詣に来たのに、初詣のお寺、全国1位の参拝客を誇るお寺、成田山新勝寺をスルーして、じゃあ一体どこへ行くかと、やってきましたのは空港第2ビル駅です。成田空港の第2、第3旅客ターミナルの最寄り駅であります。空港に着いたら第3旅客ターミナルに向かい、そこから歩いて約25分ですが、で来ました。ここがね、成田空港の敷地のど真ん中ですけども、大韓航空でしたね。成田空港が建設をされる前、この辺りには東方という集落があって人も住んでいたんですが、まあ、そこに当時あった神社、東方神社だけは今でも滑走路の中にちゃんと坑道を通した状態で残っています。
この神社はね、一応もともと飛行機のなんか安全のご利益があるとかそういうところらしいんですよ。それも別にここに成田空港があるから飛行機のご利益があるとかではなくて、単純にここに立っていた時代からもうもともとね、あの飛行機のご利益のある神社として、たまたまあのそう信仰されていたらしいんですが、あの神社のガランガランガランの鐘とかもないんですけども、やっぱりお正月いろいろお供え物が随分増えているようです。お賽銭箱もなかなか中身は豪華だな。すんじゃあの2020年もよろしくお願いします。こんな賽銭箱簡単に持ってかれちゃうし、お金だって簡単にこう取れちゃうと思うんですけど、日本の民度はいいですね。本当に日本一ガバガバの神社なんですけど、ちゃんと地元からもこう管理を受けているようで、あの荒廃しているっていう感じはしませんよ。このコンクリートの打ちっぱなしの部分だってね、割と最近2004年とかなんかこう書いてあって、新しく整備がされているようです。いつもはガラガラの神社ですけど、今日はお正月休みということもあってすごくたくさんの人が来ています。あの神社に参拝する客というよりはどっちかというと、あのインスタ映えとかね、それからあの飛行機の写真を撮るとかそういう人が多いようです。このメッシュの向こうには空港の警備員さんがいて、何かここでおかしなことをやっていないか、こういう柵の間にもつけられた監視カメラや人感センサーなどを使って厳しく監視がなされています。今ではそういうことも随分減ったんですが、昔成田空港の建設その作業が、審査翼と呼ばれる人たちと結びついてですね、激しく反対運動が湧き起こっていたという時には、成田空港の管制塔が破壊されるなど、もうテロと呼んでもいいような大きな妨害行為が起こっていました。で現在でもその兆候は、少しながら残っているようで、この成田空港周辺ではこのような警備体制が続いているのです。あそこにある警備小屋に人がいるのも初めて見ましたけど、お正月は人が多いからですかね、警備員さんがあの詰め所に入っているようです。この辺はね、そういうわけで過激派とそれからまあ政府側が、闘争を繰り広げていたという場所でもあるし、まあ、今でもあの警備の方がねすごいもう厳しく見張っているということで、なかなか飛行機のエンジンの音とも相まってあの不気味な場所でね、飛行機で一人で来ようという気にはあんまならないんですが、あの今日はこのようにたくさん人がいっぱいいますんで、割とお気楽な見物になっております。あれしたらね、下にピーナッツを見つけました。これ誰が捨てたのか知らないんですけど、ピーナッツは千葉の名物です。これを食べながら飛行機見物でもしたのかな。これは帰り道なんですけども、これですね、これは帰り道の農家さん、多分落花生か何かを作っておられるんだと思うんですが、これもなかなかこういう書体今では見ませんよ。かなり貴重な、まだまだ共産主義があの日本の中でもそれなりに広まっていた頃の時代の遺物かなと思うんですけど、強制収容、実力阻止、それから向こうにもですね、このお家の方のなんでしょうね、まあ、向こうは本当に真剣にやってるわけですんで、あの茶化すような言い方をするのもどうかと思いますが、空港絶対反対と、スピーカー付きの車を用意されています。でそれから向こうにもですね、あの住民を無視するのかみたいな感じの、あの飛行機に向けたプラカード、あれ実際に、ね、英語もなんか書いてあって、私もこの間フィリピンから帰ってきた時、あそこに書いてあるプラカード向こう側から読むことができました。阻止って書いてあります、あの下には。まあ、そんなわけで空港の内側に普通に民家も建ってる、そんな場所です。シャバに戻ってきた感じがします。成田空港の第2ビルですが、今1時半で帰りはね3時ぐらいの列車を予約してある、まだ時間十分にありますから、多分これから行けば新勝寺の初詣もそんなめちゃくちゃ混んでるってことはもうないと思うんですけどね、1月の5日ですから。平成の成田駅に着きました。新年明けましておめでとうございますと成田さん新勝寺からのメッセージもかかっています。この近くに JR の成田駅もありますが、そこにもまた新勝寺からのメッセージ、明けましておめでとうと毎度書いてあります。この京成線は今でこそ成田空港への需要で大きく稼いでいる路線ですけども、まあ、昔はですね、この千葉とか、まあ、東京とそれから千葉、そしてこの成田周辺の、まあ、輸送しかやっていなかったわけで、空港の需要があるかないかってかなり大きく違うんじゃないかと思いますが、その当時、まあ、大きく京成線を支えていた輸送として成田詣、成田山新勝寺のお参りの需要、まあ、それが結構あったそうですね。
新勝寺への表参道はこれです。なんかね、他にもいろいろ近道とか書いてある道があるんですが、他にある道から行くとね、すごい坂道があったりとか、迷いやすかったりするんで、なんだかんだ表参道から行くのが堅いようです。参道が下り坂になると新勝寺はもうすぐです。でちょうど向こうから今煙が漂ってきてますが、うなぎを焼く匂い、うなぎといえば江戸っ子の好きな、まあ、昔は江戸で普通に食べられたお魚ですけれども、成田山新勝寺が全国のお寺の中で最も参拝客を集めるのも、昔の江戸時代東京とのつながりが深かったからです。後でお寺に近づいたら紹介します。また時間があればうなぎを食べて帰ろうと思います。ここが成田山新勝寺の三門です。このように全国から多数の参拝客を集め全国一位になっておりますのは、江戸時代に出開帳というものを江戸でやっていたからです。ここは本尊が不動明王なんですが、確か本尊だったと思うんですけども、それをですね、江戸まで持って行って、そして成田山新勝寺にはこのようなものがありますよと、まあ宣伝してたわけですよね。でその宣伝が功を奏し、まあ、そんな新勝寺どんなとこなんだろう、行ってみたいということで、成田詣がまあ江戸で流行ることになりました。それから初詣っていうのは実は鉄道会社が作り始めた考えでして、もともとそういう文化は日本にはなかったらしいんですけど、最初は京急が川崎大師に参拝してほしくて始めたのかな。で多分京成とかね、JR とか、まあそういうのもそれに賄って、初詣列車なんていうのが今日も運行されてるわけですけれど、初詣行きましょう、駅にもたくさん広告を打ち出して、そしてじゃあみんな成田に初詣行くかと言ってですね、京成と JR は特にお互い商戦で、競合関係にありますから、ライバルを打ち倒すために一生懸命列車、反則活動いろいろやっております。東京からやってくる参拝客があまりにも多いという、まあ、証拠として、昔からですね、ここにこう寄付した時に建てるこういうやつがありますけども、大体住所を見ると東京都とかね、あれは山梨県と書いてありますが、これも東京市戦前のやつですよね。こちらも東京の人が数多くやってきているということがわかります。やっぱその立地もそういうことですね。つまり東京からちょっとお出かけで見に行くような場所としては、成田は本当にちょうどいい日帰り旅行の目的地だったということではあるわけです。両国日本橋だって金500両いつのかな。東京および関東各地からやってきたお客さんが続々と入ってきます。まあ、参拝するからには大体の人はご利益を期待すると思うんですけど、ここはね、確か厄除けのご利益があるんじゃなかったかな。戦争中はここに参拝すると玉除けになるとか言うんで、相当ここに来た人もいたし、新勝寺も確かね、相当戦争に協力して戦闘機を確か寄付していたはずですよ。お守り売り場、それからお札も買えます。今はね、玉除けの代わりに交通戦争の時代になりましたんで、交通安全のお札、そんな売ってるみたいだな。まあ、私も交通安全なんてね、実に私の普段やってることと関係が深いので、お祈りしててもいいかなと思ったんですが、まあ、特に信仰してないので買ったら失礼かと思いますんで買うこともしません。それからこれ、おごまっていうのがあるんですけども、これが成田山新勝寺の名物で、ご本尊の不動明王様は、撮影が禁止となっていますが、この札を買ってですね、それでお願いをすると、書いてる人を後でお坊さんが祈祷してくれるということになっています。3000円だけど、まあ、他にも確かいろいろあったけど、3000円なのかな、おごまをお願いするのは。ごま器ありました。これ一番安いやつ1体で500円、私もちょっと買ってみたんですけど、特にそんな仏様にお願いするようなことはないんだけどな。このマッキーペンで、あ、ちゃんとこれエマ用でしたね。ごま木用ペンはもっとちゃんとしたやつがありましたけど、何をお願いするか、自分の願い事は自分で頑張って叶えればいいと思いますんで、成田山新勝寺の末永いご発展をお祈り申し上げますと書いておきました。まあ、これはね、私が頑張ってもどうにもならない問題ですから、また来たいですからね。できたやつはここに置いておくと、後で回収してもらって、後でですね、後日ということでしたが、不動明王様の前でお焚き上げしてもらうことになっております。おみくじ100円は YouTube のネタにもぴったりです。何かな。成田さんはやっぱ空港に近いんで、海外の方もすごい参拝が多いんですけど、なんか中国語を見ると不能なんとかとか書いてある。これもしや前回浅草寺で引いたやつは確か今日でしたけど、
あ、基地だ。あ、よかったよかった。はい、なんですか。空を覆っていた厚い雲がようやく次第に散って晴れ間が見えてきた。見よ、月が再び明るい光を投げかけている。なんか最近お前不幸だっただろうとでも言いたげなんですけど、でそんな不幸せなことは特になかったけどね。人間でも動植物でも成長するには時期というものがある。そこを考えて慎重に計画し、神仏を信じ敬えばよいが、短期で投げやりな気持ちでは成功できない。お前信じないと救われないぞと、なんか脅されているような気になります。こんなことお寺の境内で言っちゃいけないかな。旅行順調に行くと書いてあります。まあこの点がね、あの順調だったら、まああとは別にどうだって普段旅行しかしてないんだから。おみくじはお持ち帰りになり、願いが叶った後に、納めにお参りされることが正しい古来の習わしですと、こう下に書いてある。そうなんですね。じゃあちゃんとあの持って帰ることにしましょう。願いは特にないんだけどな。今日はもう初詣すごい混んでますんでね、あの割とさっぱりと帰ろうと思うんですが、これいいですよね。いつも来るたんびに思うんですよ。禁煙って書いてありますが、ここは奥道様のお庭です。そういうところから、ね、精神性に訴えかけて、喫煙をやめさせると。ね、帰りの参道のところ登ってくる、ここが一番成田山の参道で綺麗なところだと思います。夕方になると逆光になってね、うなぎの焼く煙の匂いを皆さんにお伝えできないのが残念ですが、いや最高ですよこれね。あのなんでうなぎがここで名物なのかといえば、もともと江戸でうなぎが取れていまして、で江戸からお客さんを運ぶ作戦を取りましたので、江戸であのでかい町をやって、成田さんどんなとこかと、みんな見物に来るということになりましたので、当然当時江戸で流行っていた食事をここで出せば流行るわけです。だから江戸時代とか明治時代とか、そういう時からの老舗のお店がこの辺りには本当にたくさんあります。毎日とね、あの1日4食全国のうなぎの名所を1日で回ってうなぎを食べまくるという旅行をしましたけども、ここにある川豊さんが、相当この中でも有名なところですが、前にここで食べました。本日は120分待ち、まあ、全然お昼時とかじゃないですからね。それで120分待ちというのは本当に大したもんです。うなぎの煙がどんどん出てきます。いい匂い。いちごがアレルギーで食べられないんですが、昔成田山に来た時にいちご飴って、まあ、今も売ってたんですけど、あのいちごに上から甘い蜜みたいなの垂らしたやつ売ってて、700円もするんですよ。いちご4つでめっちゃ高いんですけどね、食べたらあの今までで食べたいちごの中であれが一番美味しかった。ちなみに千葉は意外といちごの名所としても知られています。この列車の時間が近づいてるんですけど、ね、猿回しやってる、初めて見た。すごい立派だね、こんな猿を教育して。猿だっていろいろ考えがありますから、時にはこっちを引っかいたりとかするんじゃないかと思うんですけど、ちゃんと宣伝しといてあげましょうね。神戸モンキーズ劇場、神戸から来てこの成田の地に目をつけるとは、この人もなかなかいい目を持っていると思います。なんでこんな上から目線のコメントなんでしょうね。さあでは頑張りましょう。おいで。さあちょっと出てみよう。西本、西本行こう。逃げないように一応紐はつけられてるんですね。頑張れ頑張れ。あっさとめ。ギャッ。おお。あんなに直立二足歩行ができるんですね。みんな応援してくれる。立つ立つ。自分で本気で本気で。ちゃんと立つって言ったら立つんだから本当に大したもんだ。本気で行きましょう。信じてください。必ずできます。二度目挑戦。開けない。よし。ハハハハ。ハハハハ。よしよし。立派な芸で大変感動しました。ご祝儀をじゃあ最後に皆様どうぞということでね、あの500円だけ入れてきたんですけど、もうちょっと多く入れてもよかったかもしれないな。でいつも成田に来たら帰りに寄ってくる、確かねここだったと思うんですが、長命線と書いてありますけど、あのお酒のお店なんですが、あのいつもね私はお酒は飲みませんが、お酒の味は大好きでして、酒まんじゅうというのを買っております。
新勝寺の表参道にはいくつか酒屋がありますけど、まあ、その中ではね、多分一番大きいのがあそこだと思います。こんな感じ。高校生の時はもう金がないですからね、ここ来てもうなぎなんか食べられないんで、この酒まんじゅうがね、もう一番の私の贅沢品でしたけど、パクッとかじると、あんこは甘ったるいわけですが、しかしお酒の爽やかな香りがして、いい思い出の味ですよ。他にも京成の特急列車シティライナーというもので帰ります。これは毎年お正月にしか運転はされていません、あと1月の土曜日曜にも運転はされているんですが、結構珍しい列車でして、今回新勝寺に行った目的の、5分の1ぐらいはこの列車に乗ることでもありました。お正月にも運転はされるといっても、これがまた1日1本だけの運転だから、この列車に時間を合わせないと乗ることはできないんですね。お客さんもそんなにたくさんは乗っていませんでした。まもなく青鳥です。基本的に成田から、成田の町から上野に行く特急列車というのは京成は運転してないんですよ。ただお正月のみ参拝の需要があるので、成田山新勝寺の最寄り駅京成成田駅から行きと帰り、こういうふうにルートが違うんですね。行きはスカイライナーで空港まで直で行ったんですけど、帰りはこんな感じで成田の町からやってくるお正月だけの特急列車に乗って上野へ帰ろうとしました。一番前わかりますかね、これ歌舞伎の絵が書いてあるじゃないですか。昔市川海老蔵が、海老蔵だったかな忘れましたけど、男女郎だかなんだか子供ができなくてですね、それでちょっと成田山新勝寺で、すみません子供できるようにお願いしますと、お祈りしたらばできたんで、お礼に歌舞伎をするということになった。それが、ずっとですね代々受け継がれて、今年も行く年来る年でやってたんじゃないかと思いますけどね。市川海老蔵さんが今年も歌舞伎をされてたじゃないですか、お正月に成田山新勝寺で。それとゆかりがあって、お正月のみ列車の一番前に歌舞伎の顔の絵が描いてあるわけです。で、本当は上野まで行くつもりだったんですけど、あの列車に乗ってですね、途中でちょっと一回写真を撮りたかったんで、停車中に降りて写真撮ろうと思って降りたら、そのままドアが閉まりますというんで、もう諦めてしまったんですね。上野まで行かずに、あとは普通の列車に乗って帰ってきました。東京都荒川区日暮里まで帰ってきました。この後最終的に上野まで行くんですが、一旦日暮里で降りたのは、ちょうどね、上野駅からやってくるスカイライナーの、シティライナーの帰りの列車ですけどね、これは回送列車なんですが、それは写真を撮れるかなと思いまして、来たらばね、実際こうやってきました。やっぱかっこいいですよね、これ、熊取っていうんだったかな。歌舞伎の顔のお化粧のことですけれども。令和2年と書いてあります。毎年お正月に、お正月のみスカイライナー号に使用されている車両の一番前にこのような特別な飾りをしてくれまして、鉄道ファンの間でも人気になっています。その後最終的に上野まで向かいました。上野にも成田さん新勝寺から明けましておめでとうの挨拶、やっぱりそれだけ新勝寺と京成電車はゆかりが深いということですよね。で、せっかく上野まで来ましたが、やっぱりね、成田さん新勝寺でちょっとこうまだ消化不良な、本当はもうちょっと見ていきたかったなというものもありましたので、じゃあそれは埋め合わせを上野でしようということを考えました。まずやってきたのはアメ横ですが、私あんまりアメ横はね、身近だった割には利用したことはないんですけども、アメ横の脇、なんていう名前の道なのかわかんないですが、上中って書いてありますね、上中って書いてある、このね、途中で二股に分かれる右側の道に、うちの祖父母に教えてもらったうなぎ屋さんがありまして、うなぎといえばお江戸の名物であり、またそれが成田でも食べられていると、そういうことなわけですけども、その一番端のところ、御徒町の駅に近いところですけどね、上り亭といううなぎ屋さんがあります。ここにね、前連れてってもらったんですが、ここはね、結構安いと思うんですよ。ちゃんとしたうなぎを、かなり安い値段で、かなりというのではないけど、割と安い値段でちゃんとしたうなぎが食べられるってんで、なかなかいいお店だと思いますね。うな丼は1900円ですが、一番安いうな丼ではなく、うな重にしました。うな重ってのは私の考えでは、所詮入れ物代だろうと、うな丼とうな重で入れ物が違って高級感があるからうな重の方が高いんだと思ってたんですが、うな重、これはね、うな丼よりもうな重の方がうなぎの単位あたりの値段が安いということを電卓で計算したらね、この店の場合はそうだったんですよ。じゃあうな重だよなと思って、うなぎ4分の3尾、これで2500円とかそんぐらいでしたかね。成田で食べるよりは安い値段です。うな重っていいですよね。こう四角い箱の角を使って、こう四角くご飯とうなぎをこうサンドイッチみたいな感じにしてこう乗せて食べると、これがうな重の楽しい食べ方じゃないですか。あっという間にうなぎはなくなっていきます。
まあ考えようによっちゃね、あの成田山新勝寺の周辺でうなぎが食べられているのもそれが東京名物、大江戸の名物だったからでありまして、じゃあそれは東京で食べても同じなんじゃないかと、まあそんな気はします。ともかく美味しく一瞬でいただきました。そしてこの日の夜、このままですね、私は大阪に向けて寝台特急で移動し、次にはこのまま大阪でいろいろ食事をすると、まあそういう旅になるわけですね。だからあのうなぎを食べたのはまだ夕方の5時くらいだったんですけども、あのそこから先は夕飯はもう食べないことにいたしまして、お腹を空かして翌日の大阪食い倒れ暴飲暴食の旅に備えることにしました。ではどうもありがとうございます。